皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。2023年8月の25日、我が天下や戦国府部、別校さんへ、まあ一般の方も、見ていただいたらよくわかると思うんですけども、まあ1番の頃から順番にね、ホームページ、淡井圭介の利益の、まあ 60.1 番、などから見ていただいたら、その次 60.2 番。まあそういう風な順序で見ていただけたらわかるかと思うんですけど、気づく人は気づくでしょう。若天下のコラボイベント。週末のワレキューレさんのコラボイベントね。最初のイベントの時に、シャカがね、飴玉舐めてたでしょ。その舐めてんのかな。今の第2弾のイベントの時に、パズルの飴玉舐めなくなって、あれが多分覚醒した状態なのか、こうなってる。笑うなんて言う方が無理でしょ。スポーツ界笑わせてきた方が悪い。ルールも導入したくない。絶対無理でしょ、これ。インターネット記事で。どこの誰が拾ってきたのか。あれ多分スパイですよ。兵庫県の記者なら、岡田監督が悩みながらこう、ね、こう回答するときに、とかこう、みんな言うじゃないですか。他の人もそうなんですけども、それを。ドーンの間に、ボーンって書いて、ゴーンのオン。試合始まってる時間帯、リアルタイム時間、ね、リアルタイム時間軸の淡井圭介。阪神タイガースに誤りの失点、5失点はなし。淡井圭介は阪神タイガースが、YouTube にアップロードした内容が、たくさん数にあります。で、それは積み立て式。次々と、いろんな理由で導入してます。あんなに積み立てて、裁判所まで、訴訟、公益、プロ野球界ね、NPB のこと、巨人も稼いだ後、しょっちゅうしょっちゅう年間200億円以上の売り上げ上げてるんだから、今更東京ドームの借金ありますじゃん。無理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 、そんな形、そんなね、横浜 DeNA の上上がってこようなんて、無理無理無理、さっさとしたいかないと、無理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 、そんな、いや、クライマックスシリーズって、ただの横浜ベイスターズの人を泣かせてる。無理無理、もう一回、昔阪神タイガースが加勢して、ほんと、横浜ベイスターズ優勝しますから。ほんとほんと、DNA の前の頃かな、マシンガン打線の頃。ちゃんと考えて。広い球場。ホームランなんか狙いたか。ちゃんと野手の間、ね。死んで捉えるのも、速い打球を、まず内野手の間を狙ってね、速い打球を飛ばしたりするんだったらわかります。で、外野はやっぱり間、野手と野手、結構、たまに移動してるから、油断してたら、この方向に打ったら、ヒットになるっていうね、その時に、野手動いて、なんか、翔平にもしっかりね、もう高校生の頃から、日本のプロ野球界、まあテレビ局経由なんですけども、伝えてます。足だけはしっかりと鍛えておいた方がいいと。で、バントもできるような人間になっておかなきゃならないと。ね、ピッチャーとしても、野手としても。あ、彼ならできるかなと。なぜなら、なぜそういう判断ができたかっていうと、まあ、ずっとね、取り組んでいたことを一回放棄してしまうと、やめてしまうと、また、こうなんか、一から出直ししてるような気がしません。
頭の中とかで固まってた内容とかもう一回思い出したりとかしてるでしょ。だからそれと同じで、まあ若天下とか戦国風もそうなんですけどね、本当に今のイベントやっと今までの話聞いてくれてたらわかるでしょ。戦国ブームの説明でその昔の人刀とか持ってた野党に襲われたら困ったりするから、熊最悪熊あんなの刀持っていても一人じゃ多分どうにもできないと思う。本当に 1.5 メートルの立った時にそれぐらいで100キロぐらい、本当に体重が本当にで肉自分で包丁で切ったわかる、あんな分厚い肉プラス骨止まる、骨で止まる、めっちゃめちゃクマ怒って自分もやられるかもしれないっていう正当防衛付きで 民事訴訟法、あ民法でもちゃちゃ、まあ、民事事件でも刑事事件でもちゃんとある正当防衛わからない、時間軸を超えて聞こえてきてるさすがにその戦国時代にカメラは映像はさすがに時代的なやつだそれで笑わすし いいですか。2008年以降に横浜ベイスターズがもう一回優勝できたでしょ。あれね、阪神タイガースの開幕シーズンの早い期間の時ね、大阪ドーム、その当時の名前京セラドームかもしれませんけども、もう同じようなものですよ。本当に名前コロコロ変えられたら視聴者のわけわからなくなるって本当に、本当にわけ理由、本当に何があったの会社でって、横浜ベイスターズのわずかなファン、もう多分数百